業務提携を結んだのは、増田市に本社があり、中国地方など9府県でホームセンターを展開する順天堂と JA 島根です。今回の業務提携により、これまで JA のみで販売していた野菜や園芸の肥料などが、今後は順天堂でも販売されることになります。来月20日には順天堂ゴーツ店で JA 商品の販売コーナーが設置される予定です。 農業品を一生懸命販売するということを掲げている会社としてはです、ね、非常に大きな意義がありますし経営に与える影響はです、ね、大きいというふうに思っております島根県内には順天堂が18店舗あり順次、JA の販売コーナーが設置される予定です。